さてを打ち鳴らそう。主はまことに慈しみ深い。悲しい時でも苦しい時でも賛美し続けよう。 Grace of Jesus 主を褒めたたえ賛美しよう。 Grace of Jesus 主を褒めたたえ、もう一度賛美しましょう。さてを打ち鳴らそう。主はまことに慈しみ深い。悲しい時でも苦しい時でも賛美し続けよう。 Grace of Jesus 主を褒めたたえ賛美しよう。 Grace of Jesus 主を褒めたたえよ。 Grace of Jesus Grace of Jesus 主を褒めたたえ賛美しよう。 Grace of Jesus 主を褒めたたえよう。ハレルヤ、これからしよう。神の言葉に従い進みゆこう。今ゼロから歩き出そう。主の御言葉から始めよう。たとえどんなに行く道閉ざされても共におられる主がいつも新しい道を開く。十字架で上がる訪れる神の
plans of God to build up an orphanage is advancing greatly. So you need to see in by faith the building of an orphanage will be usable to all over the world, and then the many people's faith will be built. There is God's hand to each work. We will see God's plans. So you stand in God's word firmly in strength to walk by faith. 主はこの教会においてもこの信じる信仰を祝福されてきましたが、またこのお一人お一人の歩みにおいてもこの神の言葉を受け、また神の言葉によって従うこの信仰の歩みを祝福されていくと主が仰られます。それをお一人お一人においてもさらに祈りと聖書というこの主との交わりの土台を深め、主にこの御心を求め、またこの神の言葉にこの従ったこの信仰の歩みを徹底させていきなさいと主が仰られます。その時確かにお一人お一人は神の言葉の成就を見ていくと主が仰られます。今直面している問題において神の言葉を求め、また神の言葉を受け、神の言葉に私たち従っていきなさいと主をされます。人間的な方法でいろいろな手段を用いる前にこの主の言葉を受けていきなさいと主をされます。問題の解決は神の言葉にあり、神は神の言葉を必ず成就させ圧倒的な勝利を表してくると主をされます。今直面している問題においてまず主から言葉を求めていきなさいと主をされます。またこの一つ一つをこの丁寧にこの感謝していきなさいと主はされます。問題においてまたこの傷つけられたとこの感じている部分においても丁寧にこの感謝し、この主に委ねていく中において主の深いこの注ぎかけ、またある意味というのが注がれていくと主はされます。丁寧にこの一つ一つこの感謝し、この主に委ねていきなさいと主はされます。これからこの主は奇跡的な技、また勝利をこの大きく表していきますが、しかしまたその事柄とこの同様にまた敵の攻撃というのも増大していると主がおさられます。でこの時に確かにこの敵の攻撃を正確に見分け、しかしこの神の側に立った信仰の歩みを徹底していく必要があると主がおさられます。この神に従い、この敵に立ち向かうというこの姿勢をしっかりと取っていきなさいと主がおさられます。その時確かに悪魔はお一人お一人から逃げ去ると主がおさられます。この決して引かされることなくこの信仰に立ち続けていきなさいと主がおさられます。それではもう一度主の前に賛美を捧げてまいりましょう。この賛美の時をありがとうございます。また預言の言葉を感謝いたします。朝につく礼拝をしがいたかに祝福し導いてください。朝に私たちは主に期待します。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。感謝します。どうぞお座りください。それではお祈りの時を申し出します。それです。それぞれの必要のために各自黙祷のうちにしばらくお祈りください。 And please pray for your needy silently.
の時はそこまでさせていただき、再び共に賛美してまいりましょう。 So let's sing once again。それでは主の祈りを共にお祈りしましょう。慣れてない方はモニターの方をご覧ください。 Let us pray the主の祈り。天に Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors.And do not lead us into temptation, but deliver us from evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. So now is the time of Holy Communion.聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、それがまだ洗礼を受けられておられなくても、イエスキリストをご自分の救い主と信じ、告白されておられた方には、私の方にも変わることをしています。ですから、イエス様をご自分の救い主と信じ、告白されておられた方には、ぜひご自分の救い主と信じ、この式のためにお祈りをいたします。Dear Heavenly Father, thank you for this time. The Lord bless these elements of bread and wine. And also I pray that you would bless the elements of bread and wine to the people who take part in online. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen.それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様のお名前によってお願いします。アメン。
Jesus took bread, blessed and broken it, and gave it to them and said, Take it, this is my body.And he said to them, This is my blood of the new covenant, which is shed for many. Dear Heavenly Father, thank you for the time of Holy Communion. In the name of Jesus Christ, I pray, Amen. Now the time of offerings. So, we are singing Seeking First and we want to have a time of offering. それでは献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。恵み深いイエス様、献金の時を感謝します。Thank you for the time of offerings. 主が私たちに与えてくださった一部を今御前にお捧げいたします。Blessed is offerings. この献金を主が今日の御国のためにどうかお役立てください。また捧げられた And also I pray that you would bless to each one of us who豊かに守り Offered, 信仰生活をさらに祝福しています。感謝します。感謝してイエス様のお名前によって I pray. Amen. それでは本日のメッセージのための聖書箇所を読みしたいと思います。So、now, time of 本日の聖書箇所は
Today's Bible's verse. This Bible verse, the letter of Hebrew, chapter 11, verse 1. 第3版の聖書をお持ちの方は、新約聖書の438ページ。Hebrews chapter 11, verse 1. ページになります。それではお読みをしていきます。Let me read it. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, Pastor Paul Akimoto will deliver a message from this verse after a special praise. よろしくお願いいたします。おはようございます。バイヒーズスピリットです。今日は11週の1番のただ感謝しますを賛美させていただきます。
So, let's stand up, let's sing praise to the Lord. Oh.
信仰の道具として使っていきなさい。あなた方は信仰を語り、示しを語っていきなさい。あなた方はその働きと、またその技を見ることになるとしなさいます。この海外選挙の働きも第2ステージに入り、確かに危険を伴う海外選挙もこれから次々と導かれていくと思います。それと同時にこの教会土台とした神の栄光ある皆様、大きなものとなってくると思います。この中でこの御霊の一致を持って主に仕えていくということを徹底して祈っていくようにと主が言われます。さらにこの示すことに関しては、あなたは信仰の踏み出しをなしていきなさい。あなた方は私の技を見、また私の働きの進展をその中で見ていくであろう。この新たなる14年の歩みが始まる中で、大いなる栄光というのが現れてきますが、この栄光はすべて主にご栄光を期し、徹底して減り下っていきなさいと主が言われます。私の技と導きは完全であると主は言われます。あなた方が最後まで従うとき、その全体をあなた方は見て驚くであろうと主は言われます。さらに祈り聞き従いの土台を強め、主の主任牧会が全うされていくように求めていきなさいと主が言われます。この主の主任牧会ということはポイントになると主が言われます。主はあなたの主は the essential of following the Lord, the Father's Lord.私の言葉の力、また言葉の恵みを見ていくであろうと称されます。言葉に信頼しつつ、あなたとの道を全うしてきなさい。あなたとの見る栄光は大きいと称されます。
You will see great glory. この不思議と奇跡を伴う福音伝道をこれからこのインターネットの働きも含めてこの展開していくと主が言われます。Because word is advancing with sign and wonders, including the works of the internet. So you train them faithfully.さらにこの賜物の働きを私はこの進めまた開いていこうとしています。これはこの後の雨のリバイブの大きなポイントになっていくとしています。この御言葉のようにこの終わりの時代においてこの預言の霊を豊かに In the last days, I will pour out the Holy Spirit greatly. この事柄においても、especially regarding to prophecy, already opened the それぞれの分野があるので、その encouragement それぞれが示される事柄において、忠実に訓練を受けておきなさいと主が言われます。さらに忠実に行っていきなさい。私は開きまた働きを進めていこうとおっしゃっています。私はこの奇跡という事柄をこの教会に言葉として与えられましたが、この奇跡の賜物というのが現れてくると主が言われます。さあ御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神を豊かに語り導いてください。イエスの名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。Please be seated. 最初に献金の感謝を申し上げたいと思います。先週ですね、第1、第2、第3、第7礼拝の時に献金を全て個人の働きを持っていただいてもらいました。An orphanage. So we would like to for playing for offerings. 400,505 yen. Dear Father, thank you for leading us for the work of orphanage. Now we would like to offer 400,505 yen to you.So please reveal your glory for the works of orphanage. I believe in you. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. So we have a made the documents about building an orphanage.インターネットの方はホームページの方に出ると思いますのでですね、あるいは直接欲しい方はこちらの方に連絡をくださいですね。はい、よろしいですかね。はい、児童養護施設、これ個人は今児童養護施設ですね。The children's care center means orphanage ということです。まあ公にこれを出します。昨年3月11日の東日本大震災で多くの死者を出し、被害を受けた福島、There are many people who are died and suffered, so we decided to build an orphanage for a children's care center. 福島県is one of the disaster area caused by nuclear accident has been greater than other areas. 今回の災害の最も大きな被害を受けた場所の一つです。With destruction caused by tsunami, 700 orphanage are all caused by earthquake. 東北の全体です。両親の家をなくした維持1350 Many people were suffered and employment. なっています。多くの個人は生まれ、多くの人が被災し、失業者になっています。20万とも30万とも言われています。失業者ですね。で、困難の中で、自殺者が増加しているというのも、住宅のところですね。自殺者かなり。
are in the disaster areas. The problem is dragging on. The family will be ruined. So children will be left to bear the burden which is suffering children. So therefore, we need to build an orphanage or children's care center. A children's care center means orphanage. Because there is no orphanage facilities in there. So please pray and support us. 児童養護施設は郡山市に建てる We plan to build an orphanage in Koriyama, Fukushima. The time of building accompanies about 13 to 19 children. It's the least scale building. We think. We build more orphanage based on this type.In the case according to mail from the construction company, the facility land area is 500 tsubo. The cost is 2 million yen. According to the land cost, 300,000 yen per 1 tsubo. It would cost about 100 million yen. Also, it would cost about 300 million yen. Please pray and support us.In details, where it came about it.First of all, we started to examine the land to build a children's care center in the disaster area in Miyagi and Fukushima. There are two types of facilities for building an orphanage, and one is to build a small family home that accommodates two or six children, or is to build more larger space. There's only two types in Japan. At that time, we imagined about a small family house. However, it's not available in Fukushima Prefecture. According to Fukushima, however, in Miyagi Prefecture, another People have already applied for that. However, it is impossible for us, they said. According to their budget, so it is impossible for us to build an orphanage.Family home. And also, Miyagi Prefecture didn't give us permission to build an orphanage because of the budget. Miyagi Prefecture, we want to build an orphanage, a new build an orphanage in Miyagi.Prefecture. However, in the Fukushima Prefecture, if we build an orphanage, a new orphanage, the multiply officers will judge us, and it will be approved. It will be possible. It's possible for us. Especially in Koryama City, in Fukushima Prefecture, there is no an orphanage. And say, really,desires to build an orphanage in Koriyama. However, according to the law of Japan, we need to build an orphanage according to the rule of building in Japan. So by the law of Japan, we need to build an orphanage. So,法律に沿った建物が必要です。それを建てるのに最も小さなレベルの児童養護施設として約2億円かかります。また土地は市の土地は、市の土地からで借り上げたらいいと思ったんですけど、なんせ福島県なので、原発のそばの人はみんな避難してるんですね。ですから、今、郡山市の土地は全て被災者住宅なので、落ちました。So there is no land to build a new facilities.
それで私たちが買う必要がありますが、それが500坪で約1億円となります。このような経緯で、コリアム市に3億円で土地を買い、建物を建てるという計画となりました。ですから、建てる場合はここだけ分かりやすいです。To purchase the land and also to build an orphanage. It costs about 300 million yen. So we believe God reveal His glory and God will reveal His miracles. So please pray and please participate to this work. And most of all, I believe this is the will of God.Even though we have 1,000 million, if God's will, God will work. So please have much expectations to God, how God will work. And also, if you think you don't pile your treasure in heaven,天の貯金はなくならないって言ってますから、天の貯金はなくなったとしてもですね、やっていただきたいと。で、それとともにですね、神様はなされるんですね。皆さんに最後に期待したわけではなくて、見ただけで期待したわけではなくて、神様に期待していただきたいと思うんですね。で、また献金のやり方を間違えると、献金した人が疲弊しちゃったりなんかするんですね。よく教会For example, sometimes one church started to build a church its amount of cost. So sometimes it will be ruined. However, this is the will of God. If you offer offerings for the building of an orphanage by faith, God will bless them, bless you.パスタ・オーカーは言っていましたね。10倍になって戻ってきますってね、感謝しつつ、そしてですね、やっていてください。で、神様はですね、それをも祝福してくださるんですね。まあ、我々が献金して祝福されるというのが神の道ですから、献金して、苦しみの中に入るというのが神の道ではないので、ね、期待しつつ、で、その技を3つですね、歩んでいきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、昨日心ゴスペルのコンサートをやったんですね。そしたらですね、台湾かなんかのコンサート、named Coco Gospel, Heart Full Gospel, and then people from Taiwan joined the concert. They were so moved, especially Sister Sara played saxophone.そして見てたら次々とうまいチームが来て、and, びっくりしたんですね。There were many, 一つの教会でこれだけのチームが、gospel groups. いるっていう、ね。So they were very touched and moved. There are many wonderful gospel groups. まあまあ、人の見方ですから。それで感動されたっていうんですよね。感動されて、そしてなんかね、they were touched and moved.働きとかリバイバルっていうことをね感じさせられた。So they felt about revival and God's work. すごく用いられたってことはありがたいな。So I thank the Lord. そしてですね、さらに主が御心を持って進めておられますね。God leads us according to His will. それとともにですね、今週からチームがアジアに派遣されます。で、どうぞ、The team will be sent to Asia. とてもブログと写真には出せない。So we won't be able to upload the pictures or the information on the blog on the internet. Because several weeks ago, one pastor arrested.どうせダメであろうけれども、念のためにブログに載せていいですか、映像を撮ってよろしいですか、発表しますよというふうに連絡取った。One person and contact to them in that area. The person said, I will be okay.
2つ考えられるのは、1つは国の状況が方針が変更しているのか。One is maybe the government is changed. ね、捕まろうが、何されようが、逮捕されようが、主の御心をやろうっていうふうにね、そういうふうに、なんて言いますかね、固く考えてるのか、まあ、どっちかですね。ただ、まあ、それでお祈りください。Anyway, please pray for the team.それで見心と感じればこちらブログに出しますですね。If we feel the will of God, I would like to update the book. About 場合によっては教会の様子をね、the mission team. 教会の様子を出さないよってですけど、出すというような形になります。でどうぞ皆さんお祈りください。So please pray for the team. 我々も拘束されちゃう可能性も出てくる。Maybe we'll be arrested. ですから守られて。So please pray for our protection and return back safely. こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと。So, こういうふうに思うんですね。Let's read the Bible. 信仰っていう言葉はね、一番最初に。Faith. ですね。で信仰という時に基盤がある。We are talking about faith.There is a foundation. それはですね、信仰は信じることなんですが、The faith 何を信じるのかですね。However, what? これはですね、what do we believe? 信仰は聞くことにより、聞くことは神の御言葉によるのです。The faith is to listen to God's word. 明確に一つのことを言ってるわけです。それはですね、So the Bible said clearly, the faith is to believe the word of God.でこれが信仰です。なんか曖昧な、ね、神が何でもできるとか、神がこうしてくださるはずだとかね、そういうことを信じるんじゃなくて、神の言葉です。Believe the word of God。でこれが信仰なんですね。This is a faith。で神の言葉って言いますと、お分かりになるように聖書は神の言葉ですね。The word of God is the Bible. The Bible is the word of God。そしてですね。聖書に書いてある約束。And also, the promise in the Bible. これは神の言葉です。That is the word of God. ですから、神様が語りかけるとか何かよくわからない方は、God speaks to each one of us. 約束ですね。If you don't know about that, 例えば、神を愛する者のためには、神はすべてのことを働く。The Bible says, God will work. こういうふうに、聖書のこと Good for those who でこれは神に従う者は全てが益となる。So, those who follow God, everything work for good. Even though in troubles, in difficulties, in tribulations, I know one thing. There is the answer. If we obey follow the word of God, God will work good for us. これは分かるんですね。で、この時に、何を信じるのかというと、これ皆さんね、神の言葉。And what do we believe? We believe we need to believe the word of God. That is a basic. で、何回か繰り返して言ってますが、神の言葉のない信仰というのは伸びません。曖昧になります。あるレベルで困ります。また具体的な働きを見ません。You don't growing up. なぜなら信仰は神の言葉に立つからです。Because the faith is standing the word of God. ですから神の言葉です。いろんな問題とか困難においていろんな神の技を見る場合にですね、神の言葉に立って対応するのとそうでないのはまるで違ってきます。If you're in the difficulties and tribulations, if you don't whether you stand in the word of God or not.この間ですね、totally the difference. まあ、ヨハネ君のことを言いました。入学試験があったんですね。私、入学試験の、試験には何の関係があるんですか？ Entrance, どういう問題が出てるのか知りません。それは、ね、入学試験の、進学校の、examination test. で、進学校の試験の時があったんですね。For seminary. ちょっと書いたらヨハネ君がいて、ヨハネ君が言ってるの試験の
or sitting home. そしてこの問題はこういう、こう答えて、こう答えてっていうふうに聞こえたんですから、私。ね、だからそれ聞きながらね、ああそういう問題出たんだかと思ってですね、言ったんですね。それだと追試だな。something and I heard でそれはこうでこうでこう答えないといけないと。said to John, you need to answer. こうでこうでこう答えるとこれは正解という。this and that. もう絶対追試だぞって言ったね。そしたらねそれはね試験の2時間前だった。However, it were the time. 測らないとなって。before taking the examination.そして試験を受けてですね、言ってました。久しぶりに試験に受かったって。took the test and he passed the test。そして入学式にこう出ておりましたよね。And、具体的にですね。で、こう見てちょっと感じるわけですよね。The ceremony of entrance。ヨネ君が中学の時の任務つね、学校入らないって、ね。However, when he was a high school student, he got grade.でも皆さんね、the worst grade. そんなのは何でもないんです皆さん。But it, ですね、私はね、it's not the point. 何とも思いませんでしたよね。そんなことなるわけないと。だって皆さん感謝の言葉があるじゃないですか。Because I know. すべてを感謝しなさい。I give giving thanks in everything. この後ろに神の計画があるわけです。Because there is the God's word behind that. 神のもっと悪い計画が現れるんじゃないでしょう皆さん。ね、今こういう問題があってもっと悪い計画が現れるとかね。まあ、それよりはややいい計画が来るのかなと感謝すればじゃなくて最善の計画が来るって。Because God given us the best plan. それが、ね、そうしますとね、私はこの言葉に立ったわけです。So I stand in the word of God. この感謝の言葉。Giving thanks in everything. で、私はですね、決してヨハネ君の成績に期待を置いたわけではありません。I don't. ヨハネ君の努力に期待を置いたわけではありません。Much expectation to.頑張ってやれとかね、もっと頭使えとかね、そんなのはね、期待しませんでした。私が期待したのは言葉ね。はい、it depends on the word of God。で、これは信仰のポイントです。This is essential. で、皆さんの場合でもね、exercise the faith。皆さんの力とか、あるいは解決の方法があるとか、そういうことはいいことではあっても、本当に期待すべきポイントは実はね言葉なんですね。So、we need でこれは真実なんですよ。Depend on the word of God. いや、高校は、ね、奇跡的に入っちゃった、ね。It's the truth. 証の連続です、ね。そして無規定に次ぐ無規定で、またはそれがひっくり返っちゃって、で大学行ってね、今度は進学校でしょ。でね、普通の一人たくさん学校行っちゃった。And John got the worst grade in high school. たくさん学校行っちゃった。And 皆さん学校行けないって言われた。However, で、この時にね、約束に立つ。約束に立つ。So we need to stand in the promise of the word of God. そして、この原則を見てると、一つ皆さんの問題にすべて対応できるのです。So we need to 例えば、今、deal with all kinds of 日本の個人の問題、ね、3億円ですからね。3億円。When we're thinking about living in orphanage, it will cost about 300,000 yen. According to prophetic words, what God said to us, we need to build the most large facilities for children. However, I think it seems to be difficult. So I don't depend on your money. 皆さんね、言葉ですね。I depend on the promise of the word of God. で、これはみんなで一緒に体験できるから嬉しいと思うんですね。個人の問題は個人の対応。Thanks free will be. 教会の問題、教会でみんなで一緒に対応できますから。そうしますと、いろんな奇跡とか技が起こってきますよね。で、皆さんね、どういうふうに主が働くか。So depend on the word of God. How God will work.そしたらね、なんか変なこと言う人がいて、なんか3億円、3億円ってね、こうなんかこう響いてくるんですよね。そう、someone said to us, ジャンボ宝くじ3億円だったと。300,000円、そしたらそれやってるの西田敏行なんですね。And our famous actor, 西田敏行、played, 私ね、西田敏行、数ヶ月前あった。
青森の空港で。Anyway, ね、だそれ関係あるんじゃないですか。The other day I met 西田敏行。もうなバカなことあるから、ね。At 青森 in 青森。こう言ったらまた第一礼拝と第二礼拝のお休み時間にある事実を突きつけられたのですね。ね、何の事実を突きつけられたのかというと、西田敏行って郡山市出身なんですって。And also 西田敏行。ね。Was born in Koryama, 関係ないですけど西田敏行明大中の And also he graduated from Meiji University. It's not far from my house. そして西田敏行って明大中退なんですね。Dropped out on the way to Meiji University. 一回ぐらい手紙書いてみようかな。So I thinking I want to write a letter to 西田敏行。パパパパってね来るとなんかあるかもしれませんよね。なんかあるとは示されてませんよ。ね。But I'm not sure. でもこんだけ来るからね。何かあるかもしれないと。あ、それでですね、ちょっと失礼しました。I'm not sure. 三億円の応援が、ジャンボ宝くじ3億円じゃないんですよ。ね、あと露骨に言うんじゃなくてね、ね福岡の郡山の個人3億円、3億円、3億円とかね。Make a melody about building an orphanage. そうじゃなくて、ちょっとね、歌の力っていうことを主は語ってるんですね。Because God told us about the power of 例えば太平洋戦争を日本が行った時にいろいろな教育とかなんかあったんだけど大衆を動かしたのは違うってある方が書いてたんですね。Someone said, the Japanese people was moved by songs. の心が大きく変わったって。So the Japanese people led to war, World War II上の方だけがね、そういったんじゃなくてみんな下までそう思ってたと。その時歌の力。So someone said there was the power of songs。ですから今回の三億円の個人の。So God showed me about to compose, make or make a melody or make a song。ちょっと示されたのはね、神の歌。これを個人の歌にするように主が語っておられるように感じます。ちょっと歌ってみましょう。ねね、どこがふくっとくるかね。今ゼロから。Especially 神の言葉から始めよう。The song ね。もちろんもちろんリバイバルにもつながるというふうに感じます。I see. これはリバイこれを超えないとリバイバルもないからですね。この the song for building an orphanage。人が救われる方ははるかに。Because there is a word. 三億円程度。Of the word of God。でもちょっと感じるんですよね。ちょっとその言葉とメロディーね。またこの神の言葉って落ち続けたんだよね。何度も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 落ち続けたんですね。だからやっぱり時が入ってきたのかな。こういう感じもありますね。それでどうぞ座っててください。で何か何人か立つ方は立ってね。ちょっと一曲歌ってみます。So now we like to stare the song of the word of God。出せない。出せるよね、すぐね。はい、そっちの方はね。で、一応、個人の歌として皆さん歌ってください。礼拝の時は違った意味で歌って、この時は個人の歌ですね。So、で、立てる方は立って、ね、どうぞ、無理してみた方は、ね、ゆっくり座ってて構いません。はい。出ましたよね。はい、神の言葉ですね。ではね、ゼロからって何とも言えませんよね。ああ、ゼロだみたいな。しかし、神の言葉から行くぞってね。はい、じゃあ、賛美します。神の言葉に従い進み歩き出そう主の御言葉から始めようたとえど
真道を開く十字架で贖われた我らは主のもの主の御声に聞き従いどこまでもついてゆこう後の雨が全地に降り注ぎリバイバルが訪れる神の恵みが全地に満ち溢れ大いなる主を崇める神の できた時に歌った時は嬉しいですよね。 もちろん受けたと信じてたから今もできたっていう、ね、それで歌っていただきたいと。それでですね、神の言葉の特徴はね、最善を開くんですね。あの多くの方々はね、まあ、感謝それはいいことあるだろうぐらい考えてるんですが、最善を開くんです。クリスチャン の素晴らしい恵みはですね、あの多くの方は最善を失ったと思って生きている方が多いんですね。クリスチャンでもそうなんです。ところが皆さん最善を開くんです。失ってないんです、ね、最善って、ね、主の手の中にあって、それで主が与える益というのはちょっとした益じゃないんですね。本当は最善です、ね、あの最善だから皆さんね、あの主が与えるものはいいことだけど、まあ、事前三善四善五善だと思っている方多いんですね。違うんです。最善が来るんです、 ですね。皆さんが最善を落としたと思っていたとしても、実はその後の本当の最善があります。でこの神の言葉のすごさはそれを与えるんです。だから私たちがですね、その神の言葉に立って神の言葉に従うときにそれが起こってくる。最善が起こってくるんですね。で問題とか困難の中においてもね、主は最善を用意 されておられるですね。でまあ、単なる解決じゃないんですね。最善を与えるので過程があるわけだから、ね、それを通して最善に導いていくのですよね。具体的にですね。ですからあの
神の言葉の凄さは最善で、皆さんが問題とか困難の解決は神の言葉の中にありますし、また最善がその中にあるんですね。だから皆さん、ね、神の言葉を見るのと見ないのと違うんですね。前にこうメッセージしましたよね。多くの方々が問題の中に解決を見て、そして対応しようとする、ね、それうまくいったら問題解決をしよう。主は違うんです。最善は、ね、問題解決を与えるんだけど、最善は与えるんです。最善ですね。だからあのクリスチャンの特権は最善になるんです。最善。だから皆さんはですね、失ってないのです、ね、ある方々は失ったと思って、ね、そういうふうに思った方が多いですね。もうとんでもない。最善があるのです、ね、そして皆さんね、語りかけが分からない人は約束、これが一つ。そしてですね、語りかけが分かる人は語りかけを受けてください。ですね、これですよね。私の癒しは語りかけです。私の病気の中にはもう明るい要素はなかったですよね。なかったですね。まあなるべく長く生きて、でも働けもできないだろうしっていう、そういう感じですよね。でも私は示されたんですね。で皆さんね、皆さん祈って示しを受けた。示しを受けた。そしてですね、進行形の歩みの時にはですね、試して必ず起こるんです。試しね、本当にそうなのかなって、ね、神様が語られたけど大丈夫なのかなとかね、そういうことですね。で、詩編の105編の、に書いてありますね。ヨセフの言葉がその通りになる時までヨセフの言葉が彼を試した。あれはヨセフの言葉じゃなくて、ヨセフが神からいただいた言葉をヨセフが言った、その言葉に試された。だから神様の言葉に試されたってことですね。で、本当にそうなのかってくるわけですよ、ヨセフ。具体的にね、でこの時皆さんね、神の言葉に立っている。試しというのは波ではないです。皆さんね、軽い試しだったらいいですけど、重い試しというのはあるじゃないですか。ヨセフはね、偉くなるっていうのに奴隷だから、ね、それで偉くなるっていうのに囚人だでしょ。で、私は、体が、ね、治って、そしてですね、後年いろんなところに行き始めると、それでものすごい忙しくなるって、もしね、示されたんですね。それで血吐いちゃった、ね、そして入院でしょ。そしてですね、2回も来ましたよね。2回何やったのかというとね、私の周りに家族が全部集まって、ベッドの前にね、家族が集まってね、あれですよ、五輪中ですっていう、前のやつですよね。2回も。そうしますとね、皆さんね、話が違うじゃないかと。私は癒されて元気になるって言ったのに、私は治るって言って忙しくなるはずなのに、話が全然違うじゃないかと。一体どうなるのかってね、じゃあ聞き従いとか、その信仰の対応を神様は教えてくださいましたけど、大体ね、それは試しの生活ですね。もうあっちで試され、こっちで試され、逆のことが起こり、ね、全く不可能だと思うようなことが起こり、こうなって、ああなって、こうなって、こうなって、ああなって、だからね、だから、皆さんがね、信仰の歩みをしているときには、明らかにそういう中を通るはずです。通るはずですね。しかし皆さんね、疑いはあるんですよ。いいですか、ね、我々は疑うんですね。で、疑いを不信仰だと思ってならないですね。そしたら全員不信仰になりますね、具体的にですね。で、我々は疑いがあるんだけど、皆さん神の言葉に従います。疑いがあるんだけど神の言葉に従います。疑いがあるんだけど神の言葉を握り続ける。そして私ね、癒されちゃったんですね。今見てる人は私が癒された後知ってる人だから、私のこのことは全く驚かないと思います。ただ前の人が私を見たら驚くと思うんですね。前の状況を知ってるから。で、その中で、ね、学んだんですね。神の言葉は隠し。で、皆さんね、皆さんの、問題の解決はね、神の言葉なんです、ね。問題の解決はないわけじゃないんですよ。あるんです。あるんです。神の言葉にあるんです。そしてですね、神の言葉は
確実に成就するから言葉をもらったら勝ちなんです。だから個人の問題ね、勝ちなんです、こっちのね、技が起こるんですね、栄光が現れますね、説教の歌ができます。具体的にですね、まあそこから始まってますよね、異世伝の石、個人のところが始まりましたね。そしたら正面攻撃になりましたね敵に対して正面攻撃っていう感じになりましたけども、正面攻撃で神様栄光を表されますよね、という言葉があるからです。そしてですね、私たちがその言葉に立って従うならば技を見るんですね。で皆さんね、我々が見るのは最善なんです。最善、事前でも前よりちょっといいのでもない、ね、それで皆さんは最善は失ってないんです、ね、失ってないんです。これから最善なんです。で失う人は何か失ったと思った人です。失って神様に信頼しない人です。失って神の言葉に信頼しない人です。で私たちが神の約束に立って神の御心を行っているときに最善が来るんです。最善で、もし御心の歩みになって最善が与えられましたよね。でもね、本当の最善はこれから来ます、ね、これから来ますね。だから皆さん、これから素晴らしいんです。ですから今のうち休んでてくださいこれから素晴らしいことが起こりますね。それで誰が導いてくださるのかって神様です。いいですか、他のところについていっちゃダメですよ、ね、自分の考えだって違う考えだってダメですよ。神様、ここはもう最善についてってください、ね、で我々が最善を見ます、ね、そしてね、まさに人生においてね、こんな素晴らしいことを神様が用意してくださったかを見るのですね、具体的に。その時言葉です。で状況は試しますから、状況に引っかからないように、ね、状況に引っかからない、でご自分の考えた不安で、信仰の道から落ちないように、So、don't lose 神の言葉によって歩んでください。その中で栄光が表されますね。はい、お願いします。So、手の妻、どうぞ人よ人のうちに豊かに働き、サインご言うことも宮沢を表してください。お願いいたします。守護神の豊かな宮沢がなされていきますように、どうぞお願いいたします。なんかこう不安を中心に考えておられて、そしてなんか次の歩みができない方がいらっしゃいますが、すでに示されている言葉があるので、その言葉に立つように、そしてこの言葉を土台に行くように主は語っています。もちろん不安はなくなるわけではありませんが、不安を中心にこの歩むときに最善を失います。しかし言葉を中心に歩むときに、確かに不安とかそういうのは残りますが、主の技を見ることになります。天の様、どうぞ豊かに導き、最後ご栄光と宮沢を表してください。守護神の豊かな技と恵みをなされていきます。なんかこう選択に失敗しちゃった人がいて、どうしてあの時こういう選択しなかったんだろうと思っている方がいらっしゃいますが、これはちゃんと聖書通り、それはその人の気持ちであって、聖書通りもし罪があったら悔やため、そして感謝して主に従ってくる、全てが益となります。そして最善がその中で表されます。また最善がその人から失われているわけではないんですが、今の対応を取っていると最善を失います。これは信仰の対応でないからです。しかし信仰の対応を取るときに最善がやってきます。そしてはっきりとその方はまさに最善であるということを認識する、そのような状況になります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと宮沢を表してください。なんかショックがあって自分がダメだと思っちゃって、それを引きずってる方がいらっしゃるんですが、これは悔やためなければいけません。それはその人の不信仰です。そして許されたことを感謝し、また一つ一つを感謝し、また主がこの中で特別なことをなしてくださるということを告白していく、その時見えてくるものがあり、その時示されることがあります。それに従っていくように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やための時、これもしたいと思います。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。どうぞ人を人の体を精神に触れ、癒しを行い、回復を行い、イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって目指す、人を人の体を精神から病の良さ。イエスキリストの御名によって人を人の体を精神に癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒
と口の中がちょっと悪かった方いらっしゃいましたけども、これが癒されました。感謝してください。鼻の匂いがちょっとよく嗅げない方がいらっしゃいました。これが癒されました。感謝してください。目がちょっと悪い方いらっしゃいました。これが癒されました。イエスキリストの皆によってお人お人の方と精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によって。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。So please stand up. Let's sing Hallelujah.ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たちと共に常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。主王の内側をご覧ください。日本の個人の働き郡山で行います。どうぞ、お祈りし、また重荷を持たれた方は献金をしていただきたいと、こういうふうに思います。石田の石の方ですね、はい。後ほど口座を出します。口座を忘れちゃったんですね、出すのね、はい。安らぎの12章が、募集されます。どうぞ、応募してください。ちょっといつもと違うことがあります。3ヶ月以内に、録音したやつを送ってくださいですね。で、去年と